竿が折れる原因はブランクスの傷以外、力だけでブンと投げるというのはありますか。もう要は、根がかり煽ったりね、そういうのがあるでしょ。で、よくね、竿を立てる人がいるの。これね、ほぼ 90% の人がダメなやり方なんですね。どういうことっていうと、釣り竿をですね、こうやって、こうやっちゃうんです、こうやって。これ絶対、こうやったら折れますからね。ここからこういくんで、ここまでだったらまず折れないのよ。こうやんのよ。だからこういって、ポキンって折れるの。基本よ、魚はこう引く、後ろに引く、ほら、引いてんじゃん、これ。こういうことをやるっていうの、これが一番重要なの。こうやんのがダメ。でもね、竿を曲げてごらんって、俺、竿先持ってて、竿を曲げてごらんって言うと、全員が全員、こうやってやるんですよ。で、なんで前に出すの？竿を曲げてごらんって、こう引いてくれりゃいいんだけど、竿を曲げてごらん、はい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 ってこうやってやるんですよ。もうね、で、ほぼ全員の癖。9割の方がこれやります。ね。で、折るんです。春、竿をどうしても折る人っていうのは、これ、何の竿買ってもよく折るんですよ。で、それって、癖があるんですね。釣りの番組やってて、竿を立てるな。これ、竿を立てる癖を持ってる人は、最後にこう持ってきて、上げようとした時に、こう竿を立てて、パキン。お、なんで？だからここは最後は竿を後ろに引きなさいねって、ネットでこう取る時でも手を差し伸べる時でも、ここにあるものをグーって後ろに持っていってあげるとふっつかめる。ほら、いただきいいって言うんですか。切り抜き動画見た皆さん、こちらの方はですね、村田はじめのオンラインサロン YouTube バージョンの方でです、そこからこう切り抜かれたやつでございます。オンラインサロンの方ではですね、本当に一人一人のあんな疑問こんな疑問っていうのをですね、直にお答えして、村田はじめちょっと楽しみたいなという方はですね、ぜひご入会をよろしく。